以後第24潜水艦は、第2本帝国海軍の E16 型潜水艦の5番艦。1937年の第3次海軍補充計画により建造が決定し、1938年12月5日に、佐世保海軍交渉で、帰港、1939年11月12日に、浸水、1941年10月31日に、竣工。同日、 横須賀鎮守布石となり、E25 と共に、第6艦隊第1潜水艦隊第4、潜水隊を編成した。これは、旅53型からなる先台の、第4潜水隊が、所属艦の助籍により1940年4月1日に、解体されて、以来、3代目となる。駆逐艦ヘルム太平洋戦争開戦時には、第6艦隊第1潜水艦隊第4、 潜水隊に所属。1941年11月10日、イ24は特殊潜航定公表敵の搭載対応回想が完了し、18日にクレを出航して、クラハシガメが首に移動。同地で公表敵を搭載し、真珠湾攻撃に参加するため19日021後に出航。12月7日0333。 新珠湾港西南西10.5海立地点付近で、坂巻和夫商尉及び長木清二等兵装を乗せた公表敵を発信させるが、帝はジャイルコンパスが不具合を起こしていた。0700、搭載帝は新珠湾港に到着するも航空隊による空襲前に湾内に侵入することはできなかった。0800、帝は浮上するも産後礁に座礁してしまった上、 ベーク地区間ヘルムに発見されてしまう。ヘルムは、帝へ砲撃を行い、資金弾を受けて、魚雷発射管が損傷して、魚雷を発射できなくなってしまった上、坂巻少尉が意識を失ってしまうが、海面に着弾した衝撃で離床したため、帝は逃げることに成功した。その後意識を取り戻した。坂巻少尉は、真珠湾で炎上する感染を指認するも、再度座礁してしまう。 その後何とか自力で離証するも、帝は、相打不能となってしまう。漂流する帝は、数回爆雷攻撃を受けたため、浜に向かおうとするも再び座礁してしまう。そのため、帝は自沈処理が行われ、搭乗員は脱出したが、その後稲垣二層は、行方不明となり、坂巻少尉は、浜辺で気絶しているところを米軍によって発見され、太平洋戦争において、 初めての捕虜となった。イ24は、ラナイ島南片沖の会合店に移動したが、艇が戻ってこなかったため9日に出港し、クエゼリンに戻った。1942年1月4日、イ24は、クエゼリンを出港し、ハワイ方面に向かった。18日、紹介区域を離れ、ミッドウェイ島に向かう。24日、ミッドウェイ島に到着し、 二1 8が戦謀協定察を行う。25日、二2 4は浮上し、ミッドウェイ島へ向け手砲弾6発を発射したが、ミッドウェイ島からの反撃を受けて、先行退避した。2月2日、横須賀に到着。公開中の1日、第3潜水隊に編入。その後二2 4は、クレに移動し、瀬戸内海で訓練を行った。3月10日、 第3潜水隊は第8潜水船隊に編入。4月15日、E24 はクレを出港。18日、同リットル空襲を受け、小笠原諸島北方沖にいる、米機動部隊の迎撃のために、東北島へ向かったが、空振りに終わった。24日、トラックに到着。30日、トラックを出港し、MO 作戦に参加して、 ガダルカナル島南西沖の3回戦に配備された。5月2日、3号海で米空母ヨークタウンの関西機による攻撃を受けたが、被害はなかった。17日、トラックに到着し、水上規模艦チ与田により輸送されてきた、公表鉄機を搭載した。従順シカゴ搭載艇が発射して、岸に打ち上がった。 魚雷搭載艇が発射した魚雷の爆発で沈没した宿泊艦クッタブル18日 E24 は特殊潜航艇,艇によるシドニー航攻撃に参加するためトラックを出港。公表的の搭乗員は八巻定時注意、松本聖一等兵装だった。19日、浮上して充電を行うとともに搭載艇の点検を行った。点検中、二人は 塩素の強い匂いを感じた。調査のため、松本一層が邸の照明をつけたところ、邸の蓄電池が突然大爆発を起こし、松本一層は館外に吹き飛ばされた。E24 は彼を捜索したが、見つけることはできず捜索を打ち切った。邸は損傷しており、発汗注意も負傷していたことから、トラックに反転した。20日、トラックに到着し、戦没した。 にに搭載するはずだった。公表的に乗せ替えて出航。30日、シドニー沖に到着。31日1740、シドニー東方12回立地点付近で、友の勝久注意、足部主一頭兵装が乗った、公表敵を発進させる。深夜、米中巡視加護が、搭載艇を発見し、対空砲の砲撃を行い、艇に損傷を与えた。 6月1日0029、帝00は、シカゴへ向け魚雷2本を発射。しかし、魚雷は1本が、シカゴの資金を通過し、ガーデン島東岸に打ち上がった。もう1本は、シカゴの艦艇下を通過し、ガーデン島の岸壁に命中し、爆発でガーデン島に係留してあった、宿泊艦クッタブルが沈没し、その隣で係留されていた、乱戦系ナイン,ン9を撃破した。 その後、搭載艇は湾外に脱出することに成功したが、シカゴの砲撃を受けたことによる損傷がもとで沈没し、母艦に帰り着くことはなかった。3日、艇が帰島しないため、海画店を離れる。同日夕方、ノラヘッド南東35海に地点付近で、浮上充電中、豪華持つ船エージを発見し、魚雷1本を発射するも命中しなかった。そのため、 手砲弾4発を発射したが命中せず、銅線は去っていった。E24 は、銅線を撃沈したと判断していた。その1時間半後には、波33度55分統計151度50分、波33.917度統計151.833度、マイナス33.917、151.833のシドニー東方27海立地点付近で、 ニューキャッスルからワイアラに向かっていた豪鉱石運搬船アイアンチーフ店を発見し、魚雷2本を発射。うち1本がアイアンチーフ店の左舷中央部に命中し、銅線は5分で沈没した。5日、ウロンゴン沖17海里地点付近でワイアラからポートケンブラに向かっていた豪貨物船エチュンガを発見して追尾するが、攻撃に失敗。8日、未明、 シドニー沖4海立地点付近で浮上し、ハーバーブリッジを目標にして30秒間隔で、主砲弾10発を発射したが、橋には命中せず、砲弾1発が家屋に命中しただけに終わった。E24 は、サーチライトにより照らされたが、急速潜航を行ったため反撃は受けなかった。また、E24 の迎撃のため P-39、エアラコブラ1機が飛び立ったが、 墜落事故を起こし失われた。9日、早朝、ジャービス湾南東沖で、A 貨物船オレスティーズを発見して二度来撃するも、いずれも魚雷は、早爆した。そのため浮上して砲撃し、一発を命中させたが、沈まず、また火災が起きた様子もないため、攻撃を諦めた。25日、クエゼリンに到着。その後出港し、7月12日に、 横須賀に到着した。8月30日、イ24は横須賀を出港し、ソロモン諸島周辺海域に進出。9月13日、ガダルカナル島、南南島345海里地点付近で横浜海軍航空隊所属の西機飛行艇が発見した米機動部隊の迎撃に向かう。その後、南太平洋海戦に参加。27日夜、 何15度15分統計159度45分、何15.250度統計159.750度、マイナス -15.250、159.750のソロ問題で、米機動部隊を発見し、戦艦へ向け魚雷八本を発射。その後爆発音を聴取したが、これは爆雷攻撃の音であり、命中したものはなかった。11月2日、ショートランドに到着。 4日、E24 は、ショートランドを出港し、インディスペンサブル海峡に進出。7日に、ガダルカナル島周辺海域に移動して紹介。13日、トラックに到着。米貨物輸送艦アルチバ15日、公表敵を搭載して、トラックを出港。22日2305、エスペランス岬北西14海地点付近で、迎え明日秋注意。 佐ノ九五郎一等兵装を乗せた、公表敵を発進させるが、搭載艇は、その後消息不明となる。E24 はその後、ショートランドに戻った。12月1日、公表敵を搭載して、ショートランドを出港。7日014に、ルンガミ先付近で、辻富を注意、つぼくら、大森金一等兵装を乗せた、公表敵を発進させる。零六五九搭載艇が、 11月28日に E16 から発進した公表的の雷撃により損傷し、砂浜に格差していた米貨物輸送艦アルチバを発見し雷撃。一本は外れたが、もう一本がアルチバの左舷機関室付近に命中し、損傷を与えた。搭載艇は、その後爆雷攻撃を受けたものの沈まなかったが、以降消息不明となる。E24 は、その後トラックに戻った。 12月15日、第3潜水隊の解体に伴い、第1潜水隊に編入。1943年1月3日、E24 はトラックを出港し、ラバウルに移動。同地で食料と弾薬25トンを積み込んだ後出港。11日にブナに到着して、輸送物資を下ろし、兵士79名を乗せて出港。ラバウルに戻った。便乗をろした後、 輸送物資20トンを積み込んで出港。18日にブナに到着して輸送物資を降ろし、兵士58名と不評台144連帯軍機を乗せて出港。ラバウルに戻った。便乗車と軍機を降ろした後、輸送物資16トンを積み込んで出港。26日にブナに到着して輸送物資を降ろし、兵士64名を乗せて出港。28日に ラバウルに到着して便乗車を降ろした。その後輸送物資16トンを積み込んで出港。2月10日にブナに到着して輸送物資を降ろし、兵士71名を乗せて出港。ラバウルに戻った。便乗車を降ろした後、輸送物資32トンを積み込んで出港。17日にラエに到着して輸送物資を降ろし、兵士72名を乗せて出港。ラバウルに戻った。 便乗車を降ろした後、輸送物資38.5トンを積み込んで出港。23日に、雷に到着して、輸送物資を降ろし、兵士64名を乗せて出港。ラバウルに戻った。便乗車を降ろした後出港し、3月6日に、横須賀に到着して、整備を受ける。5月7日、イ24は、横須賀を出港し、20日に、クレに到着。21日、 クレを出港して、バラムシルに移動。29日、バラムシルを出港し、アッツ島守備隊の最後の連絡員を救助するため、アッツ島、チチャコブアンに向かった。その後3度にわたり、接近を試みたが、連絡員の姿はなく、さらに守備隊が全滅したとの報を受け、6月5日に、キスカ島へ向かった。7日、キスカ島に、多くの米艦船がいることを報告。 11日、第1期キスカ島撤退作戦に参加するために、バラムシルに戻るよう命ぜられたが、この時に命令を受け取った反応を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、同日、濃い霧の中を紹介中のベーク戦 PC-487 が先行中の潜水艦をソナー探知。間もなく、潜望鏡をレーダー探知し、その後発見。 PC-487 は爆雷攻撃を行った。その結果、潜水艦が浮上したため体当たりを行ったが、相手が大きかったため潜水艦の甲板上に乗り上げてしまった。それでも PC-487 は離脱し、今度は潜水艦の司令塔に体当たりした。この結果、潜水艦は汚点し沈没した。これが E24 の最後の瞬間であり、 館長の花房広市仲裁課上院104名、全員戦死。沈没地点は、瀬ミ島北東40階離地点付近、北緯53度16分統計174度24分、北緯53.267度統計174.400度、53.267174.400。同日、キスカ島方面で防出と認定され、8月1日に、 除籍された。撃沈総数は2隻であり、撃沈トン数は5259トンである。撃破総数は3隻であり、撃破総数は14466トンである。艦長たちの軍艦四418から419ページによる。河野明道昇九1941年6月2日から1941年7月1日。花房博史少佐。 1941年7月1日、花房博市中佐、1941年10月31日から1943年6月11日戦士、後に稲垣にそうと思われる日本兵の遺体が浜に打ち上げられているのが発見された。帝はその後自然離床し、オアフ島の浜辺に流れ着いたところを米軍に発見された。帝は解体調査の後、 組み立てと修理がされ、東場の葉巻の名で国債を売るのに利用された。戦後はフロリダ州で保存展示された後、1991年にテキサス州に移動。現在はテキサス州フレデリックスバーグの国立太平洋戦争博物館で保存展示されている。K9 は蓄電池が再利用不能な状態になるなどの大破状態となったため、 オーストラリア軍に練習潜水艦として委託され、乱戦経営との部品を活用して修理されたが、修理が1943年11月までかかった、上、以降も蓄電池が爆発を起こすなどの機械部長に悩まされ、輸送をはくになった後、1945年6月9日に、ニューサウスウェールズ州入荷する北方のシールロックスに、あるサブマリンビーチに座礁し放棄された。 搭載艇は、戦後の2006年11月26日、シドニーを5号点 6km 地点付近、水深 70m の地点で沈んでいるのが発見された。ありがとうございます。